皆さんおはようございます。のべよしチャンネルののべよしです。昨日はすいません、寝てしまいました。疲れてんのかな最近。でもね、頑張りますよ。そして、今日本日ライブでねちょっとお話ししたいと思うんですけれども、あと昨日安坊も頑張ってましたよね。ブロックされちゃったのかな安坊。安坊じゃあ俺んとこ電話してこいよな、話聞いてやるからな。ただお前の話は分かってる、うん、みんなも分かってるぞ、お前が嘘ついてないっていうことはな。テレパーが嘘ついてるってみんな分かってるからもうねえ、皆さんでしょ。そして昨日あいつが話してるから俺も話すけれども、俺がね JT の家に行って次の日蒲田郡のね人間が一人行った時に、あいつはまた刺されをしたんですよね。そしてね次の日ね、やばいやばいと思ってね、そっから逃走したというちゃんちゃんっていう話ね。あのビビリなんだよね、はい、配信で画面上では強いけど、皆さんあいつは思ってる以上に刺され早いから ね、とてつもなく弱いよあいつ、半端じゃなく弱いから安坊にも勝てないでしょね。安坊そうだろなあ、俺が骨を拾ってやるからお前行ってこいな。皆さんね、まあみんな分かってると思うけどね、分かってるからまああんま言わないけど、あいつはブルブルブルッアパートのところで助けてくださいって大声出したんだからね。疲れちゃうよねこっちもね。話をね、話もできないね。またそして配信で名前を出す、そういうのもやめてくれってね。そしてお前テレパよ、お前調布行ってみろよお前、ビビってんだろなあ。最近ビビりすぎてお前顔がおかしくなってるぞなあ。皆さんそんな感じです。まあきっちりとね、落とすところまで落としてやりますから、皆さんお待ち、楽しみにお待ちになっていてください。それではのっぱしー。